んとかなったか。これは命令だ、ワイバーン。そいつを殺して今すぐ首を切れ。俺にはできない、できない。サンブレック公国を裏切るのか。俺はただ生きるために剣を振るってきただけだ。あの国に忠誠を誓った覚えはない。誰の指図も受けない。マジか。ならばティアマト、俺は任務を果たして生き延びて、その娘と貴様を殺した。そう、こうなっちゃったか。せっかく助けてもらったんだけど、ごめんね。しない、俺も彼女も。お酒、ここだよ。皆さん、こんにちは。ファイナルファンタジー16の9回目の放送となります。早速、ティアマットとの戦いをお楽しみください。ティアマットを倒すしかないのがいい人ではなさそうだけどさ、なんとかなんねえもんか。物語序盤で助けてもらった恩があるし、倒したくはないんだよな、この人。いいね、タイミングよくガードするっていいな、かっ気持ちいいな。ごめんな、ライジングフレームとスカーレットサイクルを使って一網打尽にするしかない。よし、半分削ったね。貴様ごときが自由に喋れるのも、名を与えられているのも、全ては俺のおかげということを忘れたか。王家に飼いならされたベアラーが何を言う。与えられずとも俺には名がある。まだしがみつくんだ。名前クライブだな。そうだけどさ、そうかもしれないけど、ひどいよ。いや、もう倒すしかねえな、ティアマト。裏切り者が。うおう、あ、でも読めてきたぞ。ルイン、あ、危ねえ。見えた、食らってた。危なかったな。ルインか、当たらないように注意しなくちゃ。あと少しだね。悪いな。ガード。そこか。いったー。さあ、これで一撃だ。ライジングフレーム。さあ、終わりだ。やっところで。倒したぜ。あ、レベルアップしたんじゃない、これ。レベル 11HP1050。 おー、上がった上がった、いいね。よし、頑張ろう。お、先行石っていうのかな。はい、鉱物であり、加工しやすいため、いろんな武器などの材料で広く使われてるよと。これはメテオライトってやつで、美しい鉱石、古くは天から降ってきたものと信じられていたため、異名を持つって書いてるね。ティアマット、ごめんよ。あ、これはまずいかも。来たな。まずい、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 まずい。これやべえな。絶体絶命の大ピンチ。雷。雷のおかげで助かりそうだ。
ん、誰ですか、あなたは。来い。誰？この人？早く！長くは持たん。さ、こっちだ。くそそい。どうなってる？助かったみたいだね。ベネディクタだ。フーゴクプか、ダルメキアの壁か。鉄王国の軍勢すら一掃できんとは。召喚獣タイタンが聞いて呆れる。まあ、芝は抑えたか。とはいえ。私を好きにしたいなら、もっと働いてもらわねば。姉さん、あの雷鳴。そのうち嫌でも顔を合わせる。見つけたぞ、裏切り者シド。タイに通達、こちらも動く。大丈夫か？ジル、どうして君が。お前も随分大物になったな。そいつのおかげで助かったんだ。感謝しろよ。トルガル。ん？こいつの名はトルガルだ。顔なじみか。道理でやけに吠えてきたわけだ。それじゃ、後の世話はお前に任せるぞ。クライブ・ロズフィールド。名前知ってたんだ。さっきの炎を操り剣を振るう姿、あれはフェニックスのナイトそのものだ。噂には聞いていたが、本当に生きていたとは。安心しろ、お前をどうこうしたいわけじゃない。俺たちの目的はこの子を口説くことさ。口説いてどうするつもりなのかな。目立った傷はないが、一度見た方がいいだろうな。グッズ頼む。何をする気だ。いえ、俺たちの隠れ家に連れてく。このままにもしておけない。いいぞ。お前も来い。彼女が心配だろ。シド、早く帰ろう。ばあさんにどやされる。詳しい話は向こうについてからだ。行くぞ。うん、分かった。ついていくしかなさそうだね。クライブは今ここにいるんだね。
で、目的地がここシドの隠れ家ってことで、わー、マップこうやって見ると結構広大なんだな。いっぱい冒険できそうで楽しそうだ。わ、広いなー、広いね。いっぱい冒険できそうだ。ここしか行けそうにないんで、シドの隠れ家に行きます。大陸のど真ん中にあるんだな。さあ、行こう。もうじき着く。まだ黒の一帯の中だぞ。ああ、その通りだ。こんなところに住むバカはいない。魔法も使えず、草木も生えない土地にな。それが世間の常識でね。なるほど、それで隠れ家か。ようこそ我が家へ。行きますか。お邪魔します。まさか空の文明の遺跡か。ああ、曲がりしてる。雨風をしのげるんでな。魔法を使わずに暮らすなんて。頭を使ってなんとかやってるのさ。ここで取れたんだ。えらく手間暇はかかったかな。リンゴみたいなやつか。いけるのに。戻ったのね。よう、タルヤ。その子が例のドミナント？意識が戻らない。ちょっと体の方を見てもらえないか。わかったわ。グッズ手伝ってちょうだい。ばあさんが。代金は払ってある。大丈夫だから安心なさい。ならいいけど。とびきり腕のいい医者なんだ。任せておけばいい。ま、好きに見て回れ。俺は部屋にいる。シドという男。はい、紹介エリアマップ。地図を見ることができるんだね。各施設のアイコンも表示されているため覚えておくと便利だよっていうことで、これか。おお、広いね。広いね、マップ。オープンワールドではないけどマップは広大なのですね。面白そう。木材作業所、物質保管所とか水場とか住居区とかも書いてるね。よし、じゃあ今回はここまでで終わろうかなと思います。それでは失礼します。